どうも、ギフト矢野です。今回はですね、昔の単独ライブで流した VTR なんですけども、今回この YouTube 用にちょっと編集し直させていただきました。皆さん、おうち時間のお供になったらいいなと思います。それではどうぞ。どうも、ひげ濃いな褐色の男性、ギフト矢野です。はい、というわけでですね、今日はちょっと前々から思ってたことがありまして、ちょっと確認したいんですよね。実は先日矢野軍団のみんなとバーベキューしたんですよ。その時にあれ、ちょっとおかしいなって思うことがありまして、みんな俺に興味あるのかなって、そういうシーンが多々あったんですよね。みんなが僕のことを興味持ってくれてると確認したいということで、今から、矢野軍団一人一人に電話して、で興味持ってたら分かるようなことを質問するんで、それに全部返してくれるかどうか確認したいと思います。みんな信じてるよ。出ないですね。大体バイトしてますから。私は興味あるんで、みんなのことを知ってるんでね。あ、もしもし、お疲れ様です。あ、お疲れ。お疲れ様です。今大丈夫？はい、ちょっとライブ前に。あ、ライブ前、時間どれぐらいあんの？3分ぐらい大丈夫？はい、大丈夫です。ガッチャ！いや、いいか、そんな。はい、問題をお願いします。褐色の男性じゃないですよ、もういいですよ。問題をお願いします。時間があんまないんです。時間でカッカカッカの？いや、いいよ、早く。カッカカッカの？男性なんですか？有坂、単独ライブよろしくね。あ、お願いします。うん、ガチャ。いや、いいんだよ、だから恥ずかしい、もう外でやってんすから。フランスパンを昭和のように食うじゃない、いいよ、ほんとに。矢野さん、お願いしますよ。6代目ハーベストチャンピオン。いや、なんで、あんま聞いたことないやろといっぱい分かってるんですけど。いいよね。はい、11月の26日の入り時間なんだけど。はい。褐色の男性、山さん、俺の好きな食べ物は母ちゃんの作った小麦粉。山さん、山さん、そのその今ネタ合わせ中です。ボーリングの球を蕎麦の湯に食う。直接だから。いや、ちょっとパニックって言ってやめてください。それと本題をお願いします。本題言うね。はい。話したくなかった君の。いや、何すかそれは。話したくなかった君の手を離すよ。皆さん、サービス。皆さん、本題なんですか？いい時間教えてください。今日の俺のこれからの予定はボーリ
ボリの球をそばのように食う、直接だから。もしもし、おはようございます。今大丈夫？大丈夫ですよ、はい。寝てた？いや、今、寝てないです。声おかしいな。あ、いや、違う、今お店の中にいるんで。あ、大丈夫？あ、大丈夫ですよ。ごめんね。はい、この間ありがとうね。あ、いや、ありがとうございます、こちらこそ。ガッチャバカッシオくんだせ、声小さいな。ブコフィンだ。ブコフィンですね。ごめんね。俺の好きな食べ物は母ちゃんが作った。メロン。いや、その一から種から作るとかじゃないからメロン。ちょっと待ってくださいね。外出て反撃しますわ。いや、いいけど別に店の中で。いや、外出たな。そうや、出ましたね。ガチャ。バン。カシオくんの。男性。カッカカッカの。俺は前回の金の卵の順位は昨日、前回出てない。おおおお、ほらすごい。その、じゃあ今日金の卵出て家に帰ってきて俺は何をする？ハイボール飲む。ハイボールはトリスかジンハイビームかどっち？トリス。ジンビームだから。ジンビーム普段買わないから差し入れでしょそれ。興味持ってくれよ。いや、持ってますよ。え、映像でしょ、単独の映像でしょと、どうせカットなんでしょ、ほぼ僕使われないんでしょ、京太郎でしょ使われるの。どうせいつものごとく。どこに嫉妬してんだよ。もしもし。あ、もしもし。あ、どうしました？今大丈夫？いや、はい、大丈夫です。単独よろしくね、ロング。お願いします、お願いします。ガッチャ、矢野さん、矢野さん、もしもし。3分ぐらい大丈夫？あ、どうしました？ガッチャ、合宿の矢野さん、矢野さん、もしもし。ガッチャ、カッカカッカの割合フランスパンを人いるんで。もしもし。フランスパンをそばのように食う、6代。はい、静かに。はい、6代目ブラザーズハーベストチャンピオンだろ。なるほどです。なんでブラザーズって。ちょっとそれわかんないっす。逆の一連にしてたんで。ボーリングの球を集めて投げる、直接だから。いや、それ文章じゃないじゃないですか、逆が。あの、そのそのそのこのその矢野さん、ロング。え、ロング。はい、お前、俺に興味あるか、ロング。いや、あのそのの正解教えてくださいよ。矢野だろ。え、矢野だよ。やってないじゃないですか、そんなの。あのその矢野だから。やってるやつにしてくださいよ。アメリカで俺が生まれたのはアメリカの何州？ミリガン州。アーカンソー州だから。知らないっすよ。もうちょっと定番のやつにしてくださいよ。あのそのこの矢野、この矢野から。話したくなかった君の横顔。やった。手だから。答えわかんない。手だよ。え、なんで答えわかんないんだよ。次の単独の俺のタイトルだろ。ああ、そうだったんですか。僕この矢のわかめそばだ。あ、わかったわかった、もう一回お願いします。僕わかめそば。いいね、ありがとうございます。幸せ笑顔満タン、片思い。
俺の好きな食べ物は母ちゃんの作った佃煮簡単に俺わかんないっすね、それそんなもん、ヤロさん、ヤロさんと母ちゃんの作ったものまでちょっと俺、把握してないんですよ。いや、佃煮簡単に作れないだろ、佃煮は。興味あんのかな、ロング。いや、待ってください、急に、言われてもちょっとよ、いろいろあるじゃないですか。6代目、6代目プラザーズって何なんだ。